一つ。シカゴ・ミルウォーキー・セント・ポール・パシフィック鉄道が正式名称であるが、ミルウォーキー・ロードとも呼ばれる。日本語では、ミルウォーキー鉄道と通称される。ミルウォーキー鉄道の開業は1847年で、順次路線を延長し1887年までに、路線は、ウィスコニシン州、ミネソタ州、アイオワ州、サウスダコタ州、および、 ミシガン州の各州に伸びた。その後、太平洋北西部に路線を延長し1909年にシアトルに達し、北米最後の大陸横断鉄道として、これを完成した。ライバルのグレート、ノーザン鉄道がシアトルから、日本、極東への航路として日本優先と提携関係にあったが、同社は大阪商船と提携関係にあった。 モンタナワシントン領州では山岳地帯の路線を電化し、シカゴミネアポリスセントポール間には有名な流線型列車ハイアワーサ、大陸横断には重厚生客車を連ねたオリンピアン、コロンビアンなどの列車が運行された。戦後は流線型のオリンピアンハイアワーサなどが登場したが、1955年以降は、 シカゴ・オマハ間の路線をユニオン・パシフィック鉄道の大陸横断列車が使用し、同社単独の大陸横断列車であるオリンピアン・ハヤワサは1961年に運行停止となった。その後、1971年には中、長距離の旅客列車をアムトラックに移管したが、1985年に一部路線を他社に売却し倒産した。なお261号が、 胴体保存されている。ミルウォーキー鉄道は、石炭の産地から遠く、かつ近くにある、モンタナ水力電気会社から電力を購入できる、状況で、両社とも共通の株主も多く、ロッキー山脈やシェラネバダ産地を超える部分があるので、蒸気機関車より、電気機関車の方が有利であると考えられ、ゼネラルエレクトリック社によって、直流3 0 0 0トの電化工事が行われた。 1915年11月30日から、モンタナ州、スリーフォークスから、ディアロッジまで112マイルで、電気運転を開始し、翌年さらに、モンタナ州ハーロートンから、アイダホ州エイブリーまで電化が拡大された。1910年代から1920年代に、かけて、モンタナ州、アイダホ州、ワシントン州のカスケード山脈の電化区間を、 拡大した結果、それは合計649マイルとなり、特にハーロートンとアイダホ州エイブリー間の440マイルは世界一長い連続した電化区間となった。電化でより早く、より効率的に旅客と貨物を輸送した。なお、モンタナ水力発電所との電気代の契約は、中心のディアロッジから東西に路線を分け、それぞれで、 ピーク時の電力の60%を使ったものとして支払う。という一般的な使った分だけ金を取られる方式と異なり、一度でも大量に電力を使うと以後節電しても次回の電気料金が上がる仕組みだったので、前述の世界最長の連続した電化区間の中央にあるディアロッジ工場には過負荷予防装置という電力消費量が上がると、 電圧を下げて、列車の速度を強制的に落とす装置が付けられていた。ただし、朝倉基一の技術随筆記者の混弱 P116 によると、運転時間は20%短縮でき、使用した電力も20から25%は電気ブレーキで回収でき、変電所や河川検査などを入れても人手を減らしている。1917年は1915年より、 輸送量が増加した。と言われたが、運転費そのものは、蒸気機関車時代の方が、経済的で、このことを、ミルウォーキー鉄道のシアトル支店長に聞いたところ、電化のメリットは、石炭代と電力費の比較だけではなく乗客増加に、つながることもあるとビュートアナコンダ鉄道を例に挙げて、説明されたが、ここに、それが適用できるのか、朝倉自身は疑問だったという。 なお、これを視察した、朝倉喜一によると、当時の、この線の旅客列車は片道2本ずつ、貨物列車も若干、と、列車本数が少ないのでこれでも運行は可能であった。ありがとうございます。